どうも、エルザレットです。それでは、フォールアウト76やっていきましょう。今回はオープンワールドのオンラインですね。やっていきたいと思います。そうですね、フレンドさんがなんだかんだめちゃくちゃしてる人が多かったのと、何よりも安かった。安かった。というのを理由に、やり始めたところですね。お？さあ、行きますか。まあ、オープニング的なものはあったんですが、まあ、そのあたりはね。ポール、毎月ボルトの16の様子を見に行って、アンドトレブもうすぐ開くはず。まあでもいないと、もうこのようにはね。さあ、まだね、ちょっと本当始めたばかりで操作が、うんだか。あ、そのうちできるようになるだろう。ほう。ロボット破壊する。あ、敵なんだ。意外と意外とアイテム取りにくい。さて、銃がないか。転がる転がる。おお、食べてしまう。食べ物があるわけね。いや、めっちゃ物騒だよね、こんな武器持って、ね。なんかいる。なんだこれは。お、こっちも。おポッサム、おポッサム。肉、おポッサム、お、なんかある。情報多いな。え、これは何？これもちょっと、お、キャンプできるんだ。調理できるんだね。なるほどね。あ、違う違う、あのね、丸押したり×押したりね、ちょっとね、決定ボタンがねめんどくさいのよ。ポッサムの肉、お、バンジョー、バンジョー。あ、まあまあ、ビール瓶取って帰った。演奏ってなんだ。ほう、ボーナス効果が得られる。へえ。でも、どこに着くんだろうね。うん、まあ、よくわからん。まあ、でもそれなりに綺麗っちゃ綺麗な感じではあるね。一応レベル上がったから攻撃できるってことかな。それもそれでなかなか。お、あ、見つけただけでも
もらえるのね、マップ更新で。キバダクト、あ、お金が手に入った。おお、おお、何かいる。うわ、気持ち悪い。いやいやいや、え、なんていうやつ。キック、よくわかんないが。道具箱特になし。なんやかんやいるんだな。基本的に木が多いな。まあ食材作るのに使えそうだから全然いいんだけど。これは？あ、はあ、はあ、まだ大丈夫だね。じゃあ上をちょっと探索して、ノコギリ。おう、お、玉。問題はその弾を取ったとて、弾を取ったとして、それを使える銃があるかどうかっていう問題があるんだよね。ちゃんとリロードは問題なくできるか。まあ11。いやー、遠距離のこと考えると使うのはちょっとリスクあるな。あ、これでいいのか。なるほどなるほど。よしよし、これ降りたらダメージはなし。で、意外と水ないね。さあ、目的地はこれだから、まか、あ、キャンセル。なんかあるね、ここ。とりあえずここか。下のマップのやつを見ながらって感じか。いやー、でもさ、これ探してるだけで結構ね、いい感じに時間経つね。お、クエスト開始。デスフロンアバブ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、いきなり過去落ちてくんの待って待って待って。市民の皆様、まもなく核攻撃が開始されます。至急避難してください。どこにで。ご協力に感謝します。2分、いや、もう3分しかねえのか。でなっと、こうやってせかされてる方が、
追加されてる方が多分とりあえずジャンプして逃げて、めっちゃ敵いるじゃん。おほう。とりあえずどこ。どこに逃げればいいんだ。いや、ちょっと待った。マークがついてたよね。いや、もうそこ行ったか。行ってみるか。エスフロアバームってか、そんなのある。マジで。いきなりすぎない？さっきのところちょっとアイテム探したかったな。まずこの核ミサイル落ちてどうなるかなんだよね。あ、キャンプ、はい。確実にミサイル落ちてきそうな。このまま終了して、周りには何も出てこないね。先のところ行きたいんだけどね。あの弾がさ、ライトアーマー、あ、ライトアーマー系のってことね。はあ、ちゃんとアイテム入れれるわけね。とりあえず、まあ記念。ほう、パイプガン。あ、へえ。打撃系ボードとかあんの。はあ、投げ武器。シリンジャーパイプピストル、38308 45、シリンジャーはちょっと別だね。ワイヤレット356、パイプピストルにしてた方がいいのかな。持ってなかったかな今。あるね。
これお気に入り売りそうで怖いね。ショートハンティングライフル。あ、ライフル持ってんだ。あ、それはちょっと、じゃあこれ、お、バルク、ネージ。お、なんか設計図が覚えた。あ、武器を壊すとなんか手に入る感じかな。あ、すげえ、建国300周年ピストルっていうのが、え、そんなの持ってたっけ。お、なんかいつの間にか持ってるいつの間にか持ってるぞ。どういうことだ。なんかいきなり出てくるのだけはやめてくれ。これは作るで、バツが改造修理。あ、なかなか焦るか。ショートハンティング、マガジンか、マガジン、グリップ、サイド、重さは上がるが、あとはこれは改造合間ので三角が、あ、へえ、修理キットとかいるのか。なるほど、ちょっと考えないといけないね。もう混乱してたらね、時間足りないね。とりあえず、さっきのとこちょっと戻ろう。おう、いいね、なんか銃っぽいね銃っぽいねって思う。いやー、でもささっきの いきなりだったね。結構びっくりするよ、ああいうので。一番の問題は、まあ、敵もなんだけどさ、そもそも水がなさすぎて。フルーツ、へっって聞こえたんだけど、絶対近くいるよね。こう取れるのと取れないのがいまいち、すっげえラジオが聞こえる。いや、でもこういうあんまり慣れてないゲームはやっぱ面白いね。難しいからさ、操作が。これはないんだ、なんか。これは絶対放射能だよね。おお、どこだどこだ。
よし。痛い痛い痛い。痛い痛い。痛んかい。意外と当たんないな、近接。スコーチ。全く気にせず倒してたわ。さあ、ファイアピストル手に入れて。ドライバー。この辺りは壊れないと。モンキーレンチ、トルク先端。お、なんか設計、おお、絶対危ねえ。バイクも特にはか。さあ、そこの家ももう一度。いや、こっち先かな。さあ、いない。まあ、かろうじて武器出しながら探れるからまだいいね。入ってない。何も持ってないか。でも結構人っぽいのがいるっちゃいるって感じだね。この辺りいないかな。さっきね、追っかけてきたやつらが。いるはずだよな。あ、レンチか。コンビネーションレンチか。ほうほうほう。ああ、これピンポイントで取らないといけないやつもあるわけか。これ、動画にしようと思ったら、カット多いね。お、クラフトができる。あ、へえ、弾薬もできるんだ。あ、でも鉛とか使うわけね。それも肥料とかなんか使うんだろうね。あの、下調べしてないんでね。ほんとね。さあ、この家もね、さっきね、結局調べきれてないのよ。そして、これだけ画面をぐるぐるしてると画面酔いしそう。流し台飲む。あ、これも回収。飲むはちょっと危なくないか。はあはあはあ。汚染された水。そういうことね。結局も汚染されてるのが当たり前だからっていう感じでもあるのか。あと、ラットウェイをどうするかという感じになるわけね。枕はいいかな。レスポンダーは何も知らないと。まあ、大体手間取ったかな。そこも探した。こっち
そこも探した、探したよね。うん、探した探した。さあ、相手も片付いたんでね、ここは特にあんまなかったね。この辺りもちょっと気になるが。さあ、アーマー製作しろとか、いろいろ出てるんでそっちやりますか。こっちだね。さあ、戻ってきました。とりあえず、武器を製作するとかいろいろあるんで、できるものはちょっと一回作っておきましょうか。武器の生成したんでね、これで。これアイテムボックス入れてたら問題ないのかな。おお、修理や武器代で行いますと。そうだね。ただ素材がなかった気がするんだよね。修理キットがないのね。1時間探索。どっちだ？時間軸はどっちだ？ははあ、なるほど。まず胴体欲しいよね。あとは買いたい。パイプレンチ。あ、物理だったんだ。さあ、重量結構あるのよね。あ、で、決まってんのか。直せる量は。とりあえずこうだね。キャンプ設置するの前にとりあえず水作って。ああ、水使うのね。ちょっと待ってくれ、今のどうやって俺は出した。三角はパーク。L1 で、これをんで、あったあった。そう、トロフィーで見えない。トロフィーで文字見えない。
ああ、見えないね。左の上見たいんだけどね。あ、結局見えなかった。はあ。ゆか、はい。で。クラフト終了も可与して。おう。画面が思ったより見づらい。はいはい。で、ジェネレーター、電源、作るよ。水？こういうこと？あ、設計図がないのか、そもそも。あ、寝床。はいはい。とりあえず寝ます。これ、キャンプはキャンプとして全然いいんだけど、地面のマットに入れると病気にかかる可能性があると。じゃあ回復しきったらっていう感じだね。それもそれで大変だな。しかも若干音楽が鳴るという。さあ、休息は取った。はあ、自分のキャンプとしてそういうふうに入れるわけね。で、これは？はあ、先から四角を押してるんだが、まあいいや、解体するか。ああ、なるほど。上から順じゃないとダメってことね。これは。お。回収方法をできれば 教えてください。
いいかな、このまましとこう。まあ慣れないっていうか、理解しないとなかなか難しいね。消費が激しい感じではあるね、水とかね。できるだけその地図とか設計図作ったら、てか水の設計図だけでも作っとかな、結構きついね。ここだね。お、なんかできてる。こういうこともできるわけね。銃を変えたい。銃を。器用にジャンプして撃つわ。おお。いや、あそこの防衛か。経験値もらえたならラッキーだったね。いやー難しい、当てるのも難しいぞ。ほう、すげえことなってんの。フラグ地雷、地雷とか受けるんだ。特にここは入れない。そう、何やら広場が来たね。さあさあ、今配信中なんで、そのあたりはまた後で。あ、扉。やっぱ閉まってるか。座れるんだね、ちゃんとベンチね。そう、レベルが上がった。レベルね。片手持ちの近接武器、これにしとこうか。今のところ弾がないからね。あ、まあ大体こういうのは後でどうにかなるだろう。大体ね、納金にしてればどうにかなる。納金にしてれば大体どうにかなるから、こういうのは。そのうち、あのね、重量とか、なんか、できそうなのね。そんな気がする。あ、間違えた。
間違えて飲んでしまった。ポストからレンチってどういうことだよ。ハロウィンの時期だったのかな。ラジオが始まりましたね。うん、長い長い。まあとりあえず生存者ってか、その過去にいた人たちのがテープとして残ってるんだね。お、開けれる。ぬかコール。何も入ってない。あれプランジャーって言うんだ。どうやってオフにするの。嫌いなのよこういうの。はい、あ、これね。まあいないということはっていうことだね。まあそんなのを気にせずガンガンアイテム取ってたわけだけど、解除スキル、ちょっと待って、まず、はい、まずその説明してください。あ、ピッキングはアナログでするのねっていうことでいいのね。そう、まあ、さっきのがあっただけか。そう、これは？開くんだ。おお、なんかなんだ、虫、ローチ、ローチかローチって言われるとどうしてもウィッチャーしか。出てこないんだよね。ブラッドウッズ、とりあえずどっか入れないかな、この後ろの家とかね。シルトビーンでも入れないか。
なんか街っぽいところ来たね。この街探索して、まあ特に何もなければそれでっていう感じしますか。今回はね。まあちょっとね。操作覚えないと。ってことはこれからどんどんモンスターも出てくるわけね。お？あ、ロックピックスキルがあるんだ。はあ。いいね、弾いいね。なになに？エルミアワードと。ダッフルバッグ。あ、今取ったからか。おお、ほんといろいろ取れるな。ただ水がない。それはちょっとびっくりするな。へんってじゃあ取るだけ取って、もう多分いらないもんだからね、もらっときますわ。普通にいるのよね。よし。いやー、虫虫。ちなみに方向はこっちで合ってるよね。お、プレイヤーアイコンを変更します。いや、ね、痛い。あのね、オンラインか。そうだね、そうなると攻撃されるよね。またテープが。言うねん。ボーンカッター。やっぱ結構あれだね。ていうか核が落ちたっていう話だから、やっぱその後なんかあのフォールトアウトシリーズをそもそもしてないんで、いまいち世界観分かってないんですけど、一応核が落ちた後っていう話なんだね。でボルトに入ってそれをしのいだっていう感じか。あ、情報取れるだけちょっと取っていかないと。あー、マロス脳みそ機能、見た目がちょっとエグかったね。ステーキばっか。なんかこういうのにね、あるのかなと思ったんだけど、
なし。でも結構食材的なものは、お、貯水タンクっぽい。え？顔二つ？どういうことだ？待て待て待て、絶対餌、絶対飯になる。いやー逃げないでくれー。ミルクが手に入ったね。てかダメージ判定、物理ダメだったね。それは違う。うん。うん。なかなかやな。さて、長官のところ、監査官か監督官のところ行きますか。意外とね。意外とねって感じなんだよね。で、思ったよりカクカクしてる。いや、ほんと。こっちか。ああ、ここか。なんだかんだ言って来れたね。その前に採用の回収を。いや、いっかな、後でするか。おお、手に入れて。まあ、とりあえず助かった人はいない感じか。あ、やべ、途中で切ってしまった。
まあとりあえずどうにもなんねえ勝ったからみたいな感じか。来る人がさらに増えると言っていました。お会いできて嬉しいです。あ、これはお危ない、お抜けれた抜けれた、お危なさあ結果的にはいなかった感じか。人がいないからまたどっか行ったって感じですね。さあ今回はここまでにしましょうか。はい、ね、だいぶどこそこ行ってきましたが、なかなかだね。まあちょっとずつ進めながらっていうのと、まあ配信以外でもレベル上げとかして効率化上げていこうかなと思います。まあオンラインなんでエラーが出ることもあるんですけどね。まあ安いからちょっと心配してたんですけど、面白いね。なんかずっとしてられる感じがあるんで、まあまあこれからやっていきたいと思います。まあライブ配信でもやっていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。